はい。ゾンビになってましたか。ゾンビになってました。今日は新春公演があって、みんなにはまだかな、まだだよね、多分配信はまだされてないと思うんですけど、めっちゃ目になんか入ってるですけど、まだ配信されたら見てください。多分6日からなんだ。そっか。やっほー、あけおめ、あけおめ、あけおめことよろ。でもずっとなんかいっぱいやることもあったり、覚えなきゃいけないこともあったりして、たくさんちょっとハードな年末だったので、心はすごくあんまり元気じゃなかったんですけど、一期生のね、みんなで集まってたやつとかも本当は行きたかったんですけど、やっぱりね、つぐちゃん卒業だし寂しいなって思いもあったんですけど、心が追いつかなくてちょっと欠席しました。みんなに会いたかったんだけどね、久しぶりに。やっぱり今日福袋かなって当たってる人に会うためには、ちょっと行けない、行けてたらもしもう年始から爆休みする羽目になってたかもわからないので、ちょっと元気になってよかったなって。なんか年末年始ゆっくりできたってすごいいろんな人に聞かれるんですけど、まあ、決してゆっくりはできてないから、なんて答えたらいいか分かんなくて、だからね、本当はカウントダウンとか、まあみんなのコメント見て元気になろうかなとか思ったんですけど、なかなかたぶんみんなが心配する姿しか見せれないのかなと思ったのでやめました。
こんばんは。なんかでも楽しそうだったね。一期生が集まってたやつ。つぐちゃん可愛かったな。寂しい、つぐがいなくなるの。寂しい。うん、寂しいんですよね。やっぱりどう頑張っても一期生はもう5人しかいないし、うさぎ年ですからね。うさぎになりました。見てくれました？うさぎになったんですよ。可愛かった。ねね、一瞬端末変えてもいい？怒る？怒んないで。怒んないで。ちょっと待ってて。